NHK 連続テレビ小説「虎に翼」の最終話が9月27日に放送され26週130回にわたる物語が完結するテンポのいいストーリー展開ヒロイン役の伊藤沙莉の公演などもありドラマは大ヒット SNS などでも大きな盛り上がりを見せたランキングあり面白くなかった歴代 NHK 朝ドラ1位から10位「しかし」である X では最近、このような書き込みが目立つのだ。ムムム、虎に翼、の失速プリが激しいぞ。どんどん話し進めてるけど、どれもつまみ食いしてる感じだし、どれもそんな雑に扱っていいテーマではないと思うぞ。虎に翼、前半はちゃんとドラマしてたけど後半は過剰書きって感じ。歴代最高から最低までの振り幅がすごい朝ドラだと思う。 逆に最初から最後まで失速しなかったドラマってすごいんだなって。書き切るには時間が足りなさすぎるのかもしれないけど、虎に翼、総じて面白く見られたけど、後半はやはり色々ブロシキ広げすぎた感、どんどんつまらなくなるもう最終週なのに失速しすぎ、視聴率は4月から5月までは週平均で16%台で推移し、6月以降はおおむね17%台をキープ。 8月26日から30日の第22週の平均は17.58%で番組最高を記録した世帯平均ビデオリサーチ調べ関東地区以下道。ところが第25週9月16から20日は16.32%と急激な落ち込みを見せ最終週の9月23日は 15.6%24 日は16.7%とやや落ち込み気味だ。